今日はテレビの人気ドラマ「ヴィヴァント」で話題になっている別班について現代ビジネスの記事等を引用しつつその実態に迫りたいと思います。別班は陸上自衛隊の秘密情報部隊でロシア、中国、韓国、東欧などにダミーの民間会社を作り民間人として送り込んで人的情報収集活動ヒューミントを展開しているとされています。日本国内でも在日朝鮮人を使って情報を送らせたり内部で工作活動を行っているといいます。別班の特異性。別班は首相や防衛省がその存在さえ知らされていない非常に特異な組織で国家の外交や安全保障を損なう恐れがあるとされています。別班員の選抜と生活。別班員になるためには特殊な教育訓練を受ける必要があります。別班員は外部との接触を完全に断つよう要求され厳しい掟があるため精神的に適応できずに壊れる者もいるとされています。別班と他の情報機関の違い。アメリカのディア国防情報局のような海外での情報収集を行う軍事組織とは異なり別班は文民統制や政治のコントロールが効かずその存在が首相や防衛省にさえ知らされていないという点で明確に異なります。別班が創設されたのは1954年頃在日米軍司令官春大将から吉田茂首相宛ての書簡に基づき陸自と在日米陸軍の日米合同情報機関の創設で合意されました。1956年キャンプドレーク原朝霞駐屯地で訓練を開始1962年奥田初代機関長の下実践活動をスタートさせたと言われています。別班員になるためには特殊な教育訓練をするコースを修了する必要があります。このコースは謀略情報宣伝防御などの秘密戦に従事する特務機関員や情報将校を養成するための教育訓練機関として設置されました。別班の存在はその秘密性と独自の活動により多くの議論と関心を引き起こしています。その存在が公に知られることになったのは2013年11月共同通信社の陸自独断で海外情報活動文民統制を逸脱という記事がきっかけです。しかし政府は存在を否定。当時の岩田清文陸幕長は報道にあったような組織は過去も現在も存在しないと語っています。その詳細は未だに多くの謎に包まれています。1960年代前後米軍の指示によって創立され活動を開始したの事実だと思いますが現在も存在しているかは闇の中です。皆さんこの話題についてどう思いますか？コメント欄で意見を共有してください。現代ビジネスの記事は説明欄に URL を載せていますので興味のある方はそちらも参考にしてください。この動画がお役に立ったならいいねとチャンネル登録をお願いします。これからもメイカチャンネルをよろしくお願いいたします。